夕闇の並走電車トレイン。やあ、施設圭介だよ。次の日シリーズ最新作が半年ぶりにやってきました。今回は電車の話なんですってね。奥さん奥さん見てこれ、毎度そうやけどさ、スタート画面から怖い雰囲気めっちゃ醸し出してるもん。細かいところを見ていったらさ、まず主人公の女の子の表情がこんな感じでね、怖いもんが出してますし、その主人公が映っとるこのガラスやっても怖いもん出しとるし、この手すりのちょっとゆらゆら動く感じも怖いし、この引きずり込まれないようにっていうのさ、この注意書きもさ、何気にさ、引きずり込まれないようにって書くかなんかここもちょっと細かいけど怖い雰囲気出しております。次のシリーズ、前回が猫主人公、その前があれやな、やり直しっていうテーマ、今回は電車がテーマですね。伸びるね伸びるね文字伸びますね。ご注意、ほら、まあ、これはどうでもいいや、まあ、どうせこんな注意書き誰も見てないだろお前。こんな気にしたことはある人よ、手を挙げて。おい、いない、こんなん気にする人なんかいませんよ。もう、あ、血出てきた血出てきたね。あ、操作説明までで駅のホームみたいになっとるやんお前。主人公の女の子2人おるぞお前同じ服装のやつ2人おるぞおいスマホとパソコンで操作が違います。まあスマホでもできるんでね、まあパソコン持てないからできないやって人もよければやってもらえたら。駅構内は心霊現象が発生しますのでご注意ください。黙認してんのか、電車の電車会社黙認してんのか左で移動してエンターで文字を送るっていう簡単な操作です。本読んでる。え、何も捕まってないなこの子、体感図よ。何も捕まってなく両手で本読んでる、体感図よ。俺にはできんわ。何部なんこの女の子、レスリング部なんかな。あ、ああめっちゃ発音いいですね、さすが。あ、次の駅で降りなくちゃ。改札に近いドアまで移動しよう。あ、電車の中で移動って言ったらそうなるんやな。俺電車乗った、初めて乗ったん18歳の時やけんな。すごい気になる張り紙がある。ノンフィクション完全難度か、100万人目撃者逮捕で何の話だ映画か、なんかそういう企画か、テレビの。わからんけど、すごい気になる。すごい悪人面の人おるけど。悪人面だから選ばれましたみたいな俳優さんかな、これ。うん、いろんな人おる。不気味やな。ここに座っとる人、めっちゃ不気味やな。不気味な。向こう側の電車の人も見えるし、不気味やな。あと、青が、この中学校、加工作のやつ。学校作のやつだよお前、恨みっこ通の絹に出てきた学校だよお前。登場人物そこに並んどる人なんかもう巻き込まれた人で、心霊現象に巻き込まれた生徒たちだよお前。絶対巻き込まれるわ、入学したら速攻で巻き込まれるわ。色欲の宣伝もしてる色欲の宣伝もしてる宣伝し放題じゃん。そうやな、電車の中ってさ、やけに広告多く貼ってあるよね。どうした、何がうんじゃんお前何に感づいたんやお前は。カメラが来たけどさ、カメラ目線などこかって感じだよお前わあ、めっちゃ揺れてますね。てかこの女の子さ、微動だにしてないからね、体幹がめっちゃ強いんやけど、普段から鍛えられてますね。レスリング部ですかね、将来霊長類最強の2代目になりそうな感じ。手前の人映りたがりやな
わざわざカメラに映るためにここ立っとんじゃないかなってぐらいすごい映ってるもんな。あ、カメラ目線になっちゃったよ。あ、出ていく人か、これ。あ、この人も出ていくために開くところまで来とった的な感じなんかな。なるほど、なるほど。とりあえず心霊現象は一周目はないよな、いつも。次の日、ネクストタイム。あれ、もう次の駅。あ、本読んどうけんな。本の読んどうけん、ちょっとそれに集中してさ、時間の流れを忘れるタイプの子か。え、レスリングしてるんじゃないの。どっちかって言ったら文化部的方の、文化部の的な感じの人かな。あれ、このおっさん昨日おった、昨日おったか。あ、でも女の人が多かったけど男性が多なっとんな。ちゃんとちょっとなや客の内容変えてきとるやんな。わー、この人のカメラの文字からなんかスマホ覗いてるふりをして、なんか目前の人のスカートの中見てる感じの持ち方なんだな。めっちゃ顔色めっちゃ悪い人いる。病気とかでは言い表せないようなめっちゃ顔色悪い人いる。こんな赤い、赤っていうかピンクっていうか、なんかそんな色になるわけないだろお前、病気とかで。お前立ったし、不審者とか言わざるを得ない。向こう側にもおる。あれ、てかこれなんか向こう側の電車にこっち、え、こっちの様子向こう側に映ってない。この手前のセーラー服の女の人も全く一緒なのが映っとるな。何これ。ねえワクワクさん、どういうトリックしてんの。見ちゃいけません、そこ窓に手ついてる女の子見ちゃいけません。そっちは、そっちはダメなやつ。映ったー、女の子も、あー、女の子が成仏した。女の子が鏡の世界に入ってしまいました。ミラーワールドですね。え、これ、え、仮面ライダー龍騎の世界観なんこれ。アドベント、ファイナルベント、テレレレレレレー、それ仮面ライダー出ようやな。あれ、このセーラー服のこうなんか前も見た。笑ってますね。何がそんなに面白いんでしょうかね。たまにあるよね、あの車掌さんのさ、次は何々っていうさ、アナウンスがさ、すごい癖のある人たまにいますよね。それで笑ってんのかな。あれ、もう次の駅。めっちゃ集中してんですね。集中力高いな君。それにしても聞き逃さずに折れるっていうのが良かった、良かった。あれ、もうこんな駅まで来てたの、乗り過ごしちゃったみたいな感じにならんのがいいところ。わ、イケメンいる、小田切城みたいなイケメンがいる。小田切城こんな感じか。違うな、キムタクっぽいな。なんかちょっとどっちかって言ったらキムタクやな。キムタクにのイケメンがいる、その隣に赤い目の女の人がいる、アイコタクとカラコン入れてる人がいる。カラコンの趣味が悪いですね。そんなカラコン誰もつけないと思います。わー、顔色悪い人またおる。常連だったわ、この電車の常連だったわ。口もごもごしてる、何食べてんだろうな。当たったわ、なぜ通り過ぎる時に立つんだお前は。あ、女の子、これミラーワールドに囚われた女の子まだおるでないかも。あ、え、あ、こっちがミラーワールドか。あ、え、このミラーワールドの子が向こう側におったらあんな感じ。え、わからん。あー、出てきた、ミラーワールドに囚われた女の子出てきた。お母さん、お母さん、あ、マジでお母さん言っちゃった。
めちゃめ充血しているやつよるし、読書をしすぎてそんな充血するもんかね。徹夜続きか、本を読むために徹夜続きか。しかもこっちめっちゃ見てるし、口から血吐いてる。はーい、なんかさ、この主人公の女の子さ、割と肩幅広いな。レスリングやってるだろ、鍛えてるだろ。ワオーマイゴー、ゾンビ映画や。あれ、次の日ってさ、シリーズ的に幽霊の話したのにゾンビ映画的な感じに出してきた。こういうの好きよ。次の日、ご乗車いただきありがとうございました。まもなく到着しますので、お手回り品などを確かめの。あれ、セリフ変わってない？出口までお進みください。あれ、セリフ変わったか、気のせいか。あれ、何々駅ですとか言わんかったっけ、気のせいかな。もう開幕めっちゃ見つめてきてるやん、お前。なんか顔が小籔さんやん。お笑い芸人の小籔さんみたいな顔してる。小籔さんが女装したらこんな感じですよ。もう目線よな。目玉がこっち、完全にこっち見てるやん、この小籔さん。小籔さん。立ってた、線路に誰か立ってる、立ってる、定期的に誰か立っとるわ。わあ、女の子に知らん男性ターゲットにしてるし、肩揉んであげてるし、優しいな。もう全体的に不気味になってるもんな、乗ってるよ。女の子の主張が激しい。スルーしそうになったけど、ギリギリ気づいた。女の子の主張が激しい。あ、女の子の顔がムンクの叫び。ムンクの叫び。見たことあるの？ムンクの叫び。あー、手前の人もムンクの叫び。ムンクか、これ。第五人格でこんなやつ出てくるような気がするな。ああ、ああ、ああ。ぐーちゃぐちゃ言っちゃって。な、これ。開きませんになっちゃってる。前々から別に開きよったわけではないんやけどな。え？え？故障したのかな？向こうの車両から出よう。いや、前々からこっちの車両から。え？あ、こっち側も開きませんになっとんのかな？だから一つ、次の車両行く。めっちゃ、こんなやつばっかか。高齢者こんなやつばっかか。あと広告変わってるな。缶詰の広告になってる。あ、絶対猫好きだわ。次の日の作者のアイムシアンさん、絶対猫好きだわ。犬よりも猫が出てる率高いもん。てか犬出たことないが、うん、たまーにさ、カメラ目線、うおー、どうしたん。なんで斜め45度したん、お前。なんで顔を斜め45度したんですか。女の子がまだ肩叩いてる。肩揉んでるわ、お前。知らない人の肩揉むの趣味か、お前。向こう側にとうとう主人公が現れた。え？けど割とさ、雰囲気が不気味やけど可愛いな、これはこれで。なんか可愛いな。なんか目が赤くて雰囲気が怖いけど、これはこれで可愛い気がするのは何だろう。わあ、恨みっ子を継ぐ日の登場人物たちまでも広い目に遭ってるわ。確かにさ、恨みっ子を継ぐの日のゲーム内で、ね、すごい広い目に遭ってるけどさ、生徒たち。アウガウミ中学って読むやっけ、あれ。すごい懐かしいな。恨みっこつくな日か。今よし、お手回り品などを確かめてください。あれ、
いつもの風景じゃない。いつの間にか乗り過ごしちゃったのかな。次の駅で降りなくちゃ。なんかこの川の雰囲気さ、2作前のやり直しのテーマの図の日みたいな感覚やな。あれスタート画面によう考えたら電車が走りよったな。あの辺りの地域なんかな。ありがとうございます。お出口は左側です。左側です。なんかあるだろ。開くんこれ。普通に開くんこれ。めっちゃたくさんの変なやついますよ。あ、なんか普通に出れたな。きっと出ていいのこの雰囲気。次の日があるなこれ。次の日があるなこれ。はい、出るぞ。次の日になっちゃったよ。出ちゃいましたよ。次の日になっちゃいましたよ。こうなったらもう次の日は終わりですよ。あ、でもまだ女の子、衝撃保っとんな。ご乗車いただき。もう雰囲気どころじゃないよ、お前。もう戦、もう核兵器で争いあった後みたいな感じやったよ。世紀末みたいになったろよ、お前。出口までお進みください。わあ、ちょっと待って。小籔さんそっちにおるんか。小籔さん窓の中おったぞお前。ここにもおるけど。あと殺指名手配犯がすごい笑ってる。すごい不気味な顔で指名手配犯笑ってるやん。犯人みたいになってるよお前。うん。出張が激しい。ゾンビ映画の登場人物と出張が激しい。女の子、壁、ちょっと待って。壁焼いて穴開けてまで覗いてくる。いや、でも、レインボーシックスシージ、そんなやつおるぞ、お前。うふふじゃないんですけど。錆びて穴開いとるし、覗き穴できとるし、お前レインボーシックスシリーズだったら車線作り放題やぞお前。この電車お前もう満身創痍なやつばっかやないかお前。さらに次破ろうとしてるかお母さんじゃねえよお前。田舎へ来い。田舎へ来い。いいよいいよ、そういうストレートな広告いいよ。だったら徳島に来いって感じやけどな俺としては。徳島もまあ田舎ですからね。もう全体的にさ、もう高級缶詰の広告の猫ですらこんな感じになってしまっとる。てかこれ前作におったなお前、こんな感じのやつ猫。手ぶら下がっとるし。手すり紛れて手ぶら下がっとるし、たくさん出てきたしよお前。主張は激しいやつばっかじゃん。やり直せるわけないじゃん。その通りですけど、もうなんかさ、過去作のいろんなものを交えてきとけんな広告で。もうさ、ツッコミどころ多すぎてさ、もう俺ツッコミ疲れたんやけど、喉枯れてきたんやけど。あ、疲れたけんツッコまんな、ごめんな。一番ツッコミがいいがありそうなやつだったけどツッコまんからな、ごめんな。まだこの女の子もまあこっち見るんだろ、どうせこっち見るんだろ。ドア外れた。ドア外れたね。大変悪くなっております。大変悪いところじゃないっすね。大変悪いところ、立て付けっていう概念がなかった感じになるんですけど。出張、出張が激しいんじゃ。
こいつさ、スタント向きやな。こいつめっちゃスタント向きやな。結構痛そうなんやけどな。仕事ですからって言われきってそうな感じ。誰今の。え、ここドア開くの？え？え？あれって。あれ？あれ？どうして私が向こうにいるの？取って代わられた。主導権握られてる。こっちが正しい世界っていうか、表の世界みたいになってる。え？じゃあ私がいるところは？私は何の電車に乗ってるの？この電車はどこに向かっているの？儒教出張。青鬼図になってる。青鬼図。あー飛び降りる勇気より相談する勇気できるか。こんなこと相談できるか、お前。誰に相談すればいいんだよ。霊媒師か。そして、全体的に顔隠すうまいね、君ら。真っ黒血系の月だよ、お前。真っ黒クロスケ出ておいでって言ったらお前らも出てこなあかんぞ、お前。それぐらい真っ黒やぞ、お前。これがすごいがさ、ニコニコモンとか、そういう BGM とか効果音って結構、フリー素材から持ってきとるらしい。これ言うんフリー素材なんじゃ。小田屋出てきた。キムタク出てきた。はあ、今作も雰囲気良かったね。それ以上に突っ込みどころが多くて疲れたね。なこれスペシャルサンクス、何が出るかな。言うジェシカ、あ、声の担当の人かな、もしかして。制作アイムシアンさん、今回も楽しませていただきました。小籔さん、やっぱりどう見ても小籔さんにしか見えないこの女の人。ああ、こっちがメインになってしまったんだ。やっぱ向こう側におったな、この赤い目の主人公。気をつけていってらっしゃいませ。裏の世界へ。アイムシアン、今回も楽しませていただきました。よかった、雰囲気よかったわ。やっぱり楽しませてもらいますね。半年に一本の次の日って感じで、前作前々作と半年ごとに出る気がする。あー、すごいよねクオリティが全体的に。まだ半年後、
よろしくお願いします。皆さんも半年後まで。さらばだ。